ニューヨークの目抜き通りが核廃絶を願う人々で埋め尽くされました。これから国連本部まで平和を願って行進します。この苦しみはもう私は十分ですと言いたいですね。どこまでね、核廃絶を本気でやれるかね、それを確認しなきゃいけないと思います。平和行進には3日から国連で開かれる NPT 核拡散防止条約再検討会議に出席するため訪米した日本の被爆者ら1万人以上が参加しました。平和の灯火を掲げた広島の秋葉市長、長崎の田上市長らを先頭に国連本部まで行進し、核廃絶を求める署名を国連の軍縮担当者に届けました。